はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしに、今日は車の中からお送りいたします。この動画でね、僕みたいに病気になってしまった、たくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本中、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。今日は大阪の、僕が住んでるね、大阪府全域で私立高校の、入学試験があるみたいですね。まあ、今はお昼過ぎなんで、午前中の教科だけで終わられた方はお疲れ様でした。まあ、この動画配信されるのも言うても今から間もない時間なんで、ね、引き続き、面接とかね、昼からある高校もあると思いますんで頑張ってください。はい。学生時代はね、なんとも思わなかったですけど、こうやっぱり自分が今ね、病気になって思うことといえば、やっぱりいろんなことに協力しとけばよかったなっていうことですね。今ね、こうやって協力を求めているためにというか、まあそうですね、献血骨髄バンクにご協力くださいってこう配信していってる方なんで、自分がこう、まあできたらな、できる体のうちにしとけばよかったなと。まあ、献血はね、働き出してからよく言ってた方だと思うんですけどね、まあ、行くたびに献血カード忘れましたっつって、結局何もたまらんポイントカードみたいなのあるんですけどね、それがなんかたまったらなんかもらえるらしいんですけど、なくてたまらず血あげただけやな。まあ、それがね、あの本当の目的なんですけど、ね、もっと自分にできることなかったかなとか、なんかこう今までの人生の中で病気になるまででできたよねっていうふうなちょっと反省がありますね。まあ、あのこうやって運動活動を広めていこうっていうふうにしているのは、まあ、もちろん僕だけじゃなくて、僕が始める前からもうずっといろんなね、企業さんとかいろんな人がやってくれてるわけで、そんな中でもツイッターで見たんですよね。今プロ野球のキャンプ中で、読売ジャイアンツ、巨人の人たちがこう練習の合間にイベントみたいな感じで、ね、お客さんとかね、見に来はるんでね、そのお客様が見に来はるので、その人たちのために献血と骨髄バンクのイベントをしていただいたみたいですね。どうもありがとうございます。ね、そういう人たち、有名な人たちがこうね、そういうふうなことを、運動を、活動をしていただけたら、もっともっとたくさんの人にこう認知度がね、上がっていくと思うんでね、ぜひ広めていってほしいですね。ね、他にもね、歌手の人とかもね、あとそれこそが海外にもね、献血とか骨髄バンクはあるはずなんで、ね、世界中でこういうのが広がっていったら、僕らみたいな白血病だけじゃなくて、他の病気の人たちにも絶対必ず役に立つことなんでね、ぜひ皆さんご協力をお願いいたします。今日はこんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画配信がいいと思ってもらいましたら、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。